はい、今日の動画はクリスマスということで、久しぶりのお寿司をたくさん用意しました。安定の鼻炎で鼻声で申し訳ないんですけども、この動画が24か25か、いつアップされてるかちょっとわかんないんですけど、皆様今年はどんなクリスマスをお過ごしでしょうか。クリスマス仕様ということで簡単ではありますが、後ろを飾ってみました。ネタは見ての通りなんでわかると思うんですけども、クリスマスバージョンだからかローストビーフとエビにキャビアが乗ってます。それではこんな感じでクリスマスのスペシャル宅飲み始めていきたいと思います。今日のビールはお寿司といったらもちろんプレモルのカオルエール。日本酒と迷ったんだけど、ちょっといつもと違った感じでスパークリングの白を買ってきてみた。わー、相変わらず綺麗な色。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。メリークリスマース。それでは早速いただきます。わさびとネギ。いつもお寿司食べる時って好きなもの最後に取っといちゃうんだけど、今日は腹ペコのうちに好きなものを食べちゃいたいと思う。サビ抜きで販売してたので、自分でわさびをつけて。サーモンから。うまっ。幸せ。プレモルとウニは絶対だから。口に入れた瞬間うまい。ウニとプレモルの組み合わせをやるたびに、東京駅の中にあるウニの雨心、あのお店を思い出す。そこで知ったから、この組み合わせ。縁側は若い時からずっと好き。うまい。ちょっと縁側うますぎるから全部食べちゃう。幸せすぎてお腹いっぱいになりたくない。マグロ。卵も食べとくか、この辺で。うん、うまっ。卵美味しいんだけど、正直な話、卵で胃の容量を埋めたくないっていうのはあるよね。ホタテ、見るからに肉厚なんだけど。びっくりするぐらい口の中がホタテでいっぱいになった。前から言ってるけど、寿司食べてる瞬間って本当に日本人でよかったなって思える瞬間だと思う。イクラ。若い時は断然ウニよりイクラ派だったんだけど、逆転したね、大人になって。ちょっとこのとても気になるエビにキャビアが乗ってるやつを。うん、もっと塩気強いかと思ってた。うん、ま、次はカニ。
ちゃんとしっかりカニ。わさびが。ローストビーフも食べてみようかな。うまそう。わさびをのせて。お寿司だから当たり前なんだけど、ずっと魚介類食べてた後にこの牛肉がめちゃくちゃ美味しい。スパークリングの白ワインいただきます。ワインめっちゃ久しぶり。もうちょっと細めのシャンパングラスがあったらよかったんだけど、なくて。メリークリスマス。あー、マジで久しぶりワインの味。家でもお店に行ってもワインって全く飲まないんだけど、飲むとしたら白の方が好きだから、しかも白の方が魚介類に合うと思うし、久しぶりだから新鮮で美味しい。めっちゃでかい。ブリンブリン、びっくり。なんか特別感あるお寿司にワイン。クリスマスとかそういうイベントごとって結構好きなの。特に冬のイベントは大好きで、街のイルミネーションの雰囲気も好きだし、大晦日とか年越しお正月の雰囲気も好きだし、本当にここ数年クリスマスを男性と過ごすっていうことは本当にしてない。家族と過ごすっていうのはあるかもしれないけど、ほぼほぼクリスマスはリスナーさん、視聴者さんと生配信で過ごすみたいなのが多い。クリスマスの話が出たから言うけど、その男性とどうこう、異性とどうこうっていう恋愛とかいうものを本当に忘れてる。初心者、一からお願いしますみたいな感じ。Now。サーモンもさ、私お寿司屋さんのさ、玉ねぎとマヨネーズ乗ったのすごい好きなんだけど、サーモンと玉ねぎの相性抜群だよね。うん。めっちゃ油乗ってるんだけど、程よく噛み応えがある。ホタテのサイズ感やばい。クリスマスの動画がアップされるってことは、おそらく2023年今年の動画はあと1本になると思う。まさかラスト1巻がローストビーフになるとは誰も予想してなかっただろう。見てください、クリスマスのお寿司買ったらこのようななんかちょっとしたケーキがついてきたから食べます。すごい可愛いサイズ。ただちょっと秒で食べ終わっちゃうけど、
自分だけの特別でスペシャルな宅飲みになりました。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。石焼きもお芋